知らないと損する、ガンガン痩せる奇跡の食材があるんです。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤すみかです。あなたは痩せるために食べる量を減らしている、またきつい運動だって頑張ってる、でも1キロも痩せないなんてことないですか？それはあるものをしっかりと食べていないことが原因かもしれません。そこで今回は、知らないと損するガンガン痩せる奇跡の食材5つご紹介します。この食材をしっかり食べることで、あなたの腸内環境が整って、あなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。実際に私のクライアントの方も、この奇跡の食材を積極的に食べたことで3ヶ月でマイナス10キロ、美味しく食べながらスルスルと痩せていかれています。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1、食べると痩せる理由とは。目次に、ガンガン痩せる奇跡の食材5選お伝えします。またこの動画の最後に、ダイエットを成功させるためのコツのお話があります。ぜひ最後までお聞きくださいね。腸内環境を整えて、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗な女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきますと嬉しいです。目次1です。食べると痩せる理由についてお話しますね。ズバリ、あなたの腸内環境を整えてくれる食材だからなんですね。実は腸を整えることとダイエットがものすごく深く関係しているんです。痩せたいなら、そして痩せた後リバウンドしたくないのでしたら、まずは腸内環境を整えることが大前提です。ここを無視してどんなに頑張っても根本的な痩せ体質になっていないので、待っているのはリバウンド。これ以上あなたの大切な時間や努力を無駄にしていただきたくありません。ではなぜ腸を整えることがダイエットに直結するのかという大切なお話、ここから痩せる理由を3つに分けてお話しますね。痩せる理由その1はこちら、あなたの腸内で痩せ菌と呼ばれる善玉菌の種類と数が増えるからになります。イコール腸内環境が整うからなんですね。私たちの腸内には腸内細菌たちがなんと約100兆個もいると言われています。腸壁の粘膜にこの腸内細菌たちがびっしり生息していて、まるで見た目はお花畑のよう、フローラのようと言われるからその名がついています。そしてその総重量がなんと 1.5 キロもあるんです。すごいですよね。その腸内フローラのバランスがとっても大切なんですね。デブ菌と呼ばれる悪玉菌の数が痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちよりも多い場合は、あなたは根本的なデブ体質のまんまだから、何をやっても痩せることができないんです。なぜか、デブ菌たちが多くいる限り、あなたは太るもの、甘いものや脂っこいものがいつまでたってもやめることができないんですね。悪玉菌たちがこう命令するんです。あ、そろそろお腹空いたなって、なんか甘いものとか脂っこいもの欲しくないって言って、あなたの脳に食べろと命令するわけです。ですからあなたはいつまでたってもデブ菌が居続ける限り、甘いものや脂っこいもの、太るものがやっぱり、ね、欲しくなってしまいますし、悪玉菌たちの代わりに食べちゃうわけですね。そう、あなたの味覚はデブ菌たちに操られているわけです。困ったもんね。そしてだからといって、痩せ菌、善玉菌たちがいるからといって、例えばこればっかり食べるというのも良くないです。善玉菌たちのいかに種類を多くしてあげて、そして元気に育つか、ここもとっても大事になってきますから、やはりバランスの良い食事をとるっていうのがとっても大事になってきます。はい、そして痩せる理由その2はこちら、デトックスができるからなんです。あなたの体の中に老廃物イコール体のゴミが溜まっている限り、代謝が下がるので痩せることができません。例えば綺麗でね、心地が良いお家に住みたいと思ったら、不要なゴミを処分しないといつまでたっても綺麗に住むことはできませんよね。腸内も同じ。まずは体のゴミ、老廃物を一斉に綺麗にして断捨離です。はい、痩せる理由その3はこちら、あなたの食欲を抑えてくれる効果があります。
例えばイライラっとしたり、ムカってきたりね、悲しいことがあったり、ストレスがかかった時に限って甘いものとか脂っこいもの、お肉とか食べたいってなりませんか？そこで大活躍するのがこの幸せホルモンと呼ばれているセロトニンをいかに作ることができるかどうかなんです。このセロトニンはあなたの精神を安定させる効果があるんですけれども、それに加えて満腹感を得やすい効果もあるんです。なので食べ過ぎを抑えるためには、いかにこのセロトニンを多く分泌させることができるかなんですけれども、ここで厄介なのが、ストレスを感じると甘いものや脂っこいものを食べたくなってしまって、食べる時にこのセロトニンって出るんですよね。だからこそあなたは収まるんです。イライラってしていたのが、例えば甘いケーキを一口食べたら、はぁって、あ、もういいかってなるわけですよ。ただそのように甘いものや脂っこいものに頼ってセロトニンを出していては元も子もありませんよね。デブまっしぐらですから、そうではなくて、甘いものや脂っこいものを頼らずとも常にこのセロトニンをしっかりと出せる状態を作る、これがとっても大事。ではどうすればいいんでしょうか。そこで腸内環境を整えることが出てくるんですね。なぜかというと、腸管でこの幸せホルモンセロトニンが全体のなんと9割も作られているからになります。逆に言うと、腸内環境のバランス整っていない方はこのセロトニンをしっかりと作ることができない、イコール幸せを感じることができないので、食欲がいつまでたっても収まらないという、こういった負のスパイラルへと入ってしまうんですね。なので腸って本当にすごい臓器なんですね。私も今よりも10キロ太っていて、しかもこのひどい肌トラブルに見舞われた黒歴史を、これからご紹介するガンガン痩せる奇跡の食材を積極的に毎日摂ることで、今ではもうリバウンドなし、そして病院にも何年も行ってないぐらいめちゃくちゃ健康体になってるんですね。では目次2つ目です。ガンガン痩せる奇跡の食材5選お伝えします。1つ目の食材はこちら、納豆になります。もう納豆大好きなんですが、皆さんどちらの納豆を召し上がってますか？私はこういったひき割り納豆を最近選ぶようにしてるんですね。別に粒タイプでもいいんですけれども、このひき割りになっている方が発酵の過程がね、十分うまくいくので、より栄養価が高くなると言われているので、私はこの最近はひき割り納豆にハマって食べております。でポイントです。痩せる納豆の選び方、まずは国産の遺伝子組み換えではない良い大豆でできた納豆を選んでください。そして2つ目、添付してあるタレは一切使わないでください。ではおすすめの食べ方はということで、後ほどご紹介しますね。まず納豆の素晴らしいところは、発酵食品だからなんですね。発酵しているだけで善玉菌たちがものすごく元気になりますし、その種類も増えます。そして納豆がすごいのは、熱や胃酸に強いので、生きたまま腸に、要はお腹に届いてくれるんですよね。また女性にとっては嬉しい女性ホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれるイソフラボンも取れますし、食物繊維もたっぷり入ってますから、お腹もすっきりデトックスバッチリです。そして痩せるために必要なタンパク質もしっかりと摂取できます。はい、そして2つ目の食材はこちら、キノコ類になります。キノコといってもね、いろいろありますよね。しいたけとかしめじとかえのきとか。そして今回一押しなのが、キノコの中でもじゃん、こちらです。マイタケになります。なぜマイタケが一押しなのかと言いますと、やはり痩せるためには糖質量をいかに抑えるかっていうのもとても重要になってくるんですよね。ただ糖質というのは野菜にすら入ってるものですから、なかなか完全カットでできないです。それは仕方がないですし、ある一定はもちろんエネルギー源になりますから摂取する必要があるけれども、いかにそこを抑えるかっていうのがダイエット成功できるかできないかにかかっています。ということで、いろんなキノコありますが、その太るもと糖質量が一番低いのがやっぱりこのマイタケなんですよね。ですからぜひどうせ食べるなら、糖質量が少ないこのマイタケ召し上がってみてはいかがでしょうか。マイタケに関わらず、やはりキノコ類はですね、もうほぼほぼ9割水分、そして食物繊維が豊富ということで、とにかく体のデトックスができますし、脂肪燃焼効果であったり体温を上げてくれる効果もありますから、ぜひ冷え性の方はキノコ積極的に召し上がってくださいね。
そして3つ目の食材はこちら、ゆで卵になります。これはもう完全栄養食品と呼ばれているほど、結局ビタミン C と食物繊維以外の全ての栄養が取れちゃいます。で特にね、朝忙しくてついつい菓子パンとかおにぎり1個っていう方はもう糖質の塊ですから、そういったものからゆで卵に置き換えるだけでも本当に効果が出ますよ。ぜひお試しください。4つ目の食材はこちらです。大豆製品になります。例えばいっぱいありますよね。お豆腐だったり、先ほどご紹介した納豆もそうですし、高野豆腐などなど、豆乳もそう。大豆製品でたくさんあるんですけども、やはりお腹すっきりデトックスするためには食物繊維がめちゃくちゃ大事なんですね。そしてここで大豆製品で一押しなのが、たくさんある大豆製品の中でも一番食物繊維が豊富なのがこちら、きな粉になります。きな粉って手軽ですよね。何でも混ぜたりして気軽に摂取できますから、ぜひきな粉も取り入れていきましょう。ちなみにきな粉は大さじ1で食物繊維が 2.7g、 大さじ2でなんとタンパク質が 10g も取れちゃいます。では食材5つ目はこちら、オメガ3系を含むエゴマオイルやアマニオイルになります。必須脂肪酸と言われる、要するにオメガ3系というのは、私たちは自分自身体の中からは作れないんですよね。やはり外から摂取する必要がある。そうした時におすすめがこのエゴマオイルだったりアマニオイルということになります。まずこの2つのオイルはあなたの腸内環境を整えてくれる材料になってくれますし、腸の炎症を鎮めて善玉菌を増やしてくれたり、中性脂肪値を抑えてくれる効果もあるんですね。そしてこの2つのオイルは加熱して取ってはいけません。またこのねオイルを使った簡単な食べ方ですね、この動画の最後にお伝えしたいと思います。はい、そして良いオイルの選び方になりますけれども、やはりですね、材料がいいものを選びましょうね。あまり安くて大量に入っているっていうのはしっかりと原材料をチェックしてみましょう。例えばこちら、生絞りの成分無調整のエゴマオイルですね、オメガ3を含んでますよっていう、こういったボトルであったりとか、こちらはイオングループのグリーンアイさんシリーズでオーガニックのアマニオイルがあったので買ってみました。有機の認定農場でちゃんと栽培したものを使ってくださっていて、 JAS マークも入ってるんですよね。こういった良質なものを積極的に選んで摂取していきましょうね。ここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの食材を積極的に摂った方が3ヶ月で10キロ落ちましたって嬉しいご報告続々といただいています。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の方の心と体をケアしてきた経験を踏まえて、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、そして頭痛薬、痛み止め等々、そういったお薬からも卒業しましたっていう方が続々と出ているこの腸活ダイエット、その具体的な方法を動画4本にまとめて今プレゼントしています。なりたい理想の姿を手に入れたいっていう方はこの動画の下説明欄のリンク、 LINE 登録してくださいね。ここから今回の動画の大事なポイントまとめになります。1、ご紹介した奇跡の食材を毎日バランスよく食べること。例えば納豆がいいと聞いたからと言って納豆ばっかり食べてしまっては、善玉菌の種類が偏りますから、バランスよくいろんなものを取り込んでいきましょうね。2、最低3から4ヶ月は続けることが大事です。長年作ってきたデブ体質はそんな 1,2 週間で変わることはありません。3、続けるためにはやはり簡単ではないとなかなか続かないですよね。ということで先ほどご紹介した5つの食材の手軽でできる簡単な食べ方、今からお伝えします。1つ目、納豆なんですけれども、こういった納豆のパックですね、先ほどお伝えした国産の大豆でできていて、添付のこのタレは使わないでくださいということでお伝えしました。こういったね中に入っているこれはもう使わない。そしてその代わり何を使うかというと、痩せるお酢、この純リンゴ酢を大さじ1杯納豆に入れていただいて、からしも残っている、これも使わない。そしてしっかりとふわふわになるまでクリーミーに泡立ててください。とっても美味しいです。またリンゴ酢の脂肪燃焼効果だったり、太るもと血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる効果もありますが、もうダブルで痩せます。
2つ目、舞茸なんですけども、もう何でもいいですよね。お味噌汁に入れてもいいんですけども、簡単なのはもうあっという間にできるレンチンでね、加熱した後に、これもね発酵食品なんですよ。鰹節をまぶして、無添加のポン酢なんですけども、パパッとかけてね、一品簡単に出来上がり。はい、そしてゆで卵なんですが、あなたはどうやって召し上がっていますか？やっぱりね、お塩っていう方多いかなと思うんですけれども、塩もすっごく大事で、精製した後の安いお塩は腎臓にめちゃくちゃ悪くて太ります。ですからおすすめはこういった、私気に入ってるこのも塩なんですけども、海藻を含んでいるお塩になります。ミネラルがめちゃくちゃ豊富で、もうちょっとかけたらもうコクがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひも塩をつけて召し上がってみてはいかがですか？はい、そして4つ目はきな粉でしたよね。大豆製品、きな粉と、もうこれダブル大豆製品。私あの九州におりますので、これ九州産のね大豆、福豊っていう種類が、ブランドがあるんですけれども、この九州産大豆を使った 100% の成分無調整の豆乳を使ってくださいね。調整豆乳は糖質がめちゃくちゃ高いのと、余計な添加物がいっぱい入ってますから、絶対買わないようにしてください。なのでこの成分無調整の国産のいい大豆でできたこういった豆乳ですね、をコップ1杯に対して、このこれもね、そうですね、北海道産の特別栽培大豆塩のきな粉、これトップバリューさんで見つけたんですけども、これをだいたいコップ1杯に対して大さじ1入れて、あとお好みで、まあ、きな粉が甘いからいいんですけども、ちょっとデザートっぽく飲みたいなっていう方は、あのこういった蜂蜜、私これあのマヌカハニーハマってまして、これマヌカハニーなんですけども、無添加の蜂蜜だったらいいです。お好みで大さじ2分の1から1ぐらい入れて、よくこうシェイクでね混ぜていただくと、もう本当にこれこそ完全無添加の痩せるプロテインドリンクの出来上がりです。そして最後5つ目、このエゴマオイル、アマニオイルなんですが、加熱してしまうと NG なオイルでしたよね。ですので例えば生野菜のサラダでもいいんですし、温野菜とか日頃召し上がる味噌汁にだいたいティースプーン1杯程度1日摂取していただけたら、もう十分効果がありますから、ぜひちょい足しで、ちょいかけで、日頃のお食事に取り入れていきましょう。それではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみた、食べてみたなど、ご自身の経験をコメントにくださるともめちゃくちゃ嬉しいです。励みになっています。それでは次回の動画でお会いしましょう。